皆さんこんにちは、セレンシアです。カタールドーハ、ハマド空港の大変大きなハブ空港の中身をチェックしていきたいと思います。コロナ禍においても世界中にどこでも行けるこの空港のスケール感や路線数、世界中から集まる人々、そして世界中からの人々が働いている免税店の数、点数、世界中のものが全部揃う空港です。カタール航空のラウンジは別の動画で紹介をしておりますので、もしよろしければそちらをご覧ください。こちらはハマド空港の一番中心のところになる場所になります。このクマみたいなぬいぐるみがお出迎えをし、免税店はかなりたくさんあります。日本の製品ということでこんな製品もありました。海外ではとても人気があります。日本では手に入らない世界中のものが揃っているところもありますので、女性の方ならずっと飽きないで買い物をしていられるんではないかなと思います。現在外の気温は43度、全くそれを感じさせないクーラーの中にいて非常に快適です。それではこれから東京成田行き E23 番ゲートまで歩いていきます。通常の動画であればカットいたしますが、今日はこのまま出します。ですので全ての音が入ってまいりますので、お急ぎの方は2倍速3倍速にしてご覧ください。それでは最後まで空港探索をゆっくりお楽しみください。
E23 成田。C26.
ほぼ満席に近いため、エコノミークラスの人をかなり早く乗せるようにしているようです。2021年7月の時でしたが、コロナ禍において航空会社の運航が制限されているところがあります。従いまして、カタールやターキッシュなど、どこに行くにしても航空会社や空路が限定されているため、当然客は選択と集中をすることになります。今回私の場合にはバングラデシュに行ったわけですが、結局経由するところはマレーシアかカタールかシンガポールかという3択を迫られました。やむを得ず便がなかったためカタールまで遠回りをした結果になります。早く便が正常に戻ってほしいなというふうに思っております。いよいよ日本への帰国の搭乗便の時間になりました。パスポート、搭乗チケット以外に陰性証明書も提示することになります。この通り一人一人のチェックの時間のために時間がかかっています。当然これからはワクチンパスポートなど検査があると思いますので、このようなことはずっと続いていくのではないかなというふうに思います。陰性証明書についても通常72時間出国前72時間以内というのが通例ですが、新興国あるいは発展途上国の場合には精度が低いために48時間以内と規定しているところもあります。
今回は飛行機が置き止めになっているためバスで移動します。ちょっと違うのがビジネスクラスとはいえども立ち席があるということです。この後に来た人は立って移動する方もいました。ここから先は以前作った動画があると思いますので再生リストに載せてあります。どうぞよかったらご覧ください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いいたします。